クイーンズゲートはアメリカのフライングバッファロー社が反権を持つ対戦型ゲームブックロストワールドの日本展開版書籍である出版元はホビージャパンホビージャパンと様々なブランドのキャラクターたちが登場するのが大きな特徴のクロスオーバーコラボレーション作品ストーリーも一世界へのもんであるクイーンズゲートによって 一世界に存在するキャラクターがこの世界に現れたという形をとっており、時代や世界観にとらわれない自由なキャラクターたちが共存できる設定となっている。本としての体裁は基本的に同じホビージャパンのクイーンズブレードとほぼ同様となっているが、ここでもそれぞれ一世界の人物であることを随所で表現している。 例えば現代社会の住人であるアリスの本においては、ページ内の枠線やフォントがコンピュータを連想させるようなデザインとなっているが、江戸時代が舞台のサムライスピリッツの登場人物であるイロッハにおいては巻物や毛筆風の表現が含まれる。2012年6月29日を最後に観光が途絶えている。トレジャーハンターである少女アリスが開いてしまった。 禁断の秘宝が施された、モン、クイーンズゲート。その中から現れたのは、いろんな世界の女選手たちだった。声は、ゲーム機の演者。2009年3月より、女神文庫で、アリスを、主人公にした、小説家作品が刊行されている。著者は、沖田栄治。クイーンズゲートスパイラルカオスは2011年7月28日に、 バンダイナムコゲームスより発売されたシミュレーション RPG。クイーンズブレードスパイラルカオスの続編にあたり、前作のキャラクターに加え原作からは霞、雪村を除くアリスからノエルまでのキャラクターが登場する。なお、前作では戦闘に参加しなかった美投手たちは本作で初めて参加する。主人公キギャル型モンスター。ありがとうございます。